どうも、みほし TV のみほしです。さあ、ということで、本日の動画はですね、皆さん、見てくださいよ、この格好を見てくださいよ見てくださいよいよいよ、クリスマスまで、1ヶ月を切ってきましたね。まあ皆さんもね、少しずつ、まあクリスマスに向けて準備の方ですね、まあされてると思います。まあ家の中にね、まあクリスマスの小物とか、クリスマスツリーとか、飾り付けたりだとか、あとはね、お子さんのいるお家であったら、まあサンタさんにね、お手紙を書いてみたりだとか、あとは街中もね、こうイルミネーションがキラキラしてきましたよね。どうせだったら、ね。どうせだったらこの、まあ、家の中、まあ、これはもうキャンピングカーですけど私の家でもあるのでクリスマスチックにしてみたいなということでですね、この格好してるわけですよ。この今のこの車内がどうやってどんな感じで変わっていくのか、ぜひね皆さん見届けていただきたいなと思います。それでは行ってみましょう。さあまずはですね、クリスマスといったらイルミネーション、キラキラした光赤とか青とかピンクとかさ、緑とか、そういうねイルミネーションがね、やっぱクリスマスになると欲しくなるので、今回はそういったクリスマス仕様のイルミネーションのやつを買ってみました。それは、こちらですね。はい、わかりますかね、なんかこう色がついてるのね。これを、実際に車の中に、つけてみます。一応電源はこういう風に USB からね、取るタイプになっておりますね。じゃあつけてみましょうか。まずこの束をほどかないといけないから手袋が邪魔手袋が邪魔なんかねワイヤーっぽい感じになっているので自分の好きなように曲げたりできるみたいですね。どこ起点にしようかな。一応電源があるのが、今これつながってますけど窓際のここですねと、ベッドがあって、エアコンの下ですね。ここに一応電源が取れる場所があります。まあでも、この辺りでキラキラさせたいから、この窓際のところから電源取ってみますか。ん？光んなくね？ああ、光った！わかりますかね？綺麗！あ、クリスマスっぽーい！かわいい！あ、いいね、いいね。ちょっとこれ飾っていきますか。うわ、かわいい。どうしよう。もうすでにかわいいんですけど。高まる。はい、じゃあ次ですね。次は、これも車内のドレスアップの時に飾ったんですけど、このドライフラワー、まあドライフラワーというかオレンジなんですけど、これ本物なんだよね。すごくない？これをですね、まあ、あのハロウィンに合わせてちょっとオレンジっぽくしてみたんですけど、もっとクリスマスっぽい感じのドライフラワーに交換したいと思います。いや、かわいいかよ。めちゃめちゃかわいいや、これ。かわいい。そして、クリスマスと言ったら皆さん、何ですか？そう！靴下！靴下をね、こうぶら下げて、その中にね、サンタさんがクリスマスプレゼントを入れてくれるみたいな、そういうことなんですよ、皆さん。ご用意しました。こちら、じゃじゃーん！靴下可愛らしいでしょこの靴下。一回じゃあちょっとこの酒をどかして、プレゼントもらえますように。じゃーん、やっぱりね、クリスマスといえばリース。見てください、これめちゃくちゃ可愛くない？ハートになってるんですよね。しかもなんかさっき触って分かったんだけど、この松ぼっくりとかさ、お花とかさ、全部これ本物なんですよね。さっきちょっと力入れて握ったらパキッてなっちゃった。
めっちゃ気合い入れて飾り付けしてるやん。さあそしてクリスマスといえばこいつを忘れてはいけませんね。ドゥルルッドゥー、クリスマスツリー。なんか細くね、なんかお前細くね。あ、葉っぱが広がるのか。はいはいはい、あ、なるほどね。畳んであったというか、シュッてなってたんだね、シュッて。はいはい、こうやって木の枝を広げていくとなんかこうそれっぽくなっていくんですね。あ、でも可愛いかも。あ、めちゃめちゃ可愛いかも。なんかもうすでにぽくない？もう完全にさ、これクリスマスツリーやん、これ。あ、すごいすごい。広げたらこんな感じになりました。すごいね、これ超木っぽくない？これになんか飾り付けをしていくんですね。おー、やべえ、楽しい。めちゃめちゃ楽しい今。そしてこのツリーにもね、イルミネーション、あ、なんていうのこれ、ライトライトがついていて、これを最後に巻きつけて完成みたいですね。じゃーん、クリスマスツリーできました。かわいい。クリスマスツリーはこの辺がいいですかね。あー、いいねいいね、かわいい。めっちゃにぎやかになりましたね私のこの格好も含めてめちゃめちゃにぎやかです。ちょっと一回じゃあ電気消してイルミネーションの点灯式を行いましょうか。参りましょう。皆様、大変長らくお待たせいたしました。これより三星のキャンピングカー白子号のクリスマスイルミネーション点灯式を行います。まずはじめにオーナー三星より一言ご挨拶申し上げます。皆さん、この度は白子号のクリスマスイルミネーション点灯式にお集まりいただき誠にありがとうございます。まだクリスマスまでは、あと1ヶ月ほどありますが、クリスマス当日までの気分を盛り上げるといった意味でも、このイルミネーション、そしてクリスマスの飾り付けというのは大変大きな意味を持つと思っております。今日はそのような大事な日に皆様にこのように見届けていただけることを大変嬉しく思います。それではお待たせいたしました、イルミネーション点灯です。白子号クリスマス仕様できました。イエーイ、イエーイ。ということでいかがでしたでしょうか。まあ普通のねお家みたいなこう大きいクリスマスツリーを飾ったりだとか、すごくね豪華なリースとか、そういったね飾り方っていうのはできないんですけど、まあ、キャンピングカーの中、車の中という空間だからこそ、こういったねこうミニマムな飾りで揃えて、すごくね可愛らしい空間が出来上がったんじゃないかなと思います。さあここで告知なんですけれども、12月24日の木曜日夜8時からですね、私の、こちらの YouTube でクリスマススペシャルライブ配信といたしましてですね、まあ、せっかくね、こうやってクリスマス仕様にしたこの車内からライブ配信の方を行っていきたいなと思います。まあね、どうだろうね、クリスマスイブだから、まあ予定がある人はまあそういうことなんでしょうね。ぜひですね、お時間のある方は12月24日木曜日の夜8時からの、私のライブ配信に遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。何しよっかな。まあね、クリスマスパーティーだから、まあシャンパン飲もうかな、クリスマスっつったらシャンパンだよね。ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みほしでした。またね、バイバーイ。